死死は、男径祖先を同じくする同族とされる家の集団。死族。古代死族としての死の不死を参照。なお、中国の死族については、死の子を参照。死は、家の名称。代々引き継がれ、系統を表す名称となる。生死、生、名字。中世後期から明治時代初期まで、死とは、姓を指し、名字とは区別された。 家の名称としての死の不死を参照。死は家柄、家系のこと。死は人命につけて敬意を表す継承。日本の古代における死とは、断系祖先を同じくする同族集団、すなわち氏族を指す。家々は死を単位として結合し、土着の政治的集団となった。さらに、大和王権が形成されると、朝廷を支え、朝廷に仕える。 不敬血縁集団として、死生制度により、生死へと統合再編され、支配階級の構成単位となった。死では、主導的立場にある家の課長が、死の上となって、主要構成員である、死人を統率し、非支配階層である、部民や、土肥を霊属させた。死は、部民や、田所、地図などの共有財産を管理し、氏神に共同で奉仕した。死の名は、 朝廷内での職称や根拠地、居住地の地名に由来し、多くは、市政制度により、地位に応じて与えられたカバネを有し、政治的地位はカバネによって秩序付けられた。大野市、安倍市のように、地名起源か職称名起源か議論がある氏もある。氏の後には、角助市、のを入れて読む。この、のは、貴族を表す。例えば、蘇我馬子ならば、蘇我氏、の孫。 源頼朝ならば、源氏の頼朝という意味となる。また、死の故障は、男刑祖先を同じくする、血縁集団に基づいて名乗るものであり、婚姻によって、本来所属していた、家族集団とは違う死に属する家族集団に移ったとしても変えることはできなかった。ただし、養子縁組の場合は、ケースバイケースであった。源の諸房が、 藤原頼光の養子になっても、藤原諸房とは名乗らなかったが、源義家の四、男門見、大が高品氏に養子に行った時は、高品氏に解消している。藤原清平のように、もともと入り婿の形で、清原姓を名乗っていたものが、藤原姓に戻したものもある。平安時代の貴族矢部では、血縁集団を区別するための死とは別に、家族集団を区別するために、 仮名内し名字を名乗るようになり、それが一般的に通用するようになる。例えば、源氏の中のある家系は、足利という名字を称し、別の家系は、新太の名字を称した。つまり足利も神殿も、男系血縁集団としては、同じ原生の源氏だが、家族集団としては、足利家と神殿家と別個に分かれた。時が経てば、足利も神殿も、家族的規模からより、 大きな種族的規模となり、そこから、さらにまた家族集団が、新しい名字で分かれていった。江戸時代までは、朝廷の公式文書には、死と生を記すのが習わしであった。生が朝廷との関係を表す。例えば、源氏を自称した徳川家康の場合は、源の阿蘇家康と記した。源が氏で阿蘇が姓である。ただし、平安時代の頃から、 死と生とは同じものとされるようになり、例えば、源は聖イコール氏とされた。生と名字との違いは、聖イコール氏が天皇から賜ったものであるのに対し、名字は自らが名乗ったものであるということである。例えば、足利高氏の場合、姓の源を使った場合は、源の高氏であるのに対し、名字の足利を使った場合は、足利高氏である。 明治時代においては、まず1870年に、それまで身分的特権性を有していた名字を平民も自由に交渉できるようになった。1872年に人身戸籍が編纂された際、古種の届け出によって戸籍へ登録する氏が定められることとなる。それまで朝廷で編纂される職員録には伝統的な氏と意味名が用いられてきたが、 多くの古種は関への登録は、名字化名をもってした。広く知られている例では、落ちすくね博文が、伊藤博文と、菅原阿孫茂信が、大熊茂信と、源の阿孫直政が、鍋島直政と、藤原阿孫利道が、大久保利道と、藤原阿孫栄里氏が、大村松次郎と登録したものなどである。その後も、 伝統的に旧来の死を用いる場面は解無ではないが、この人身戸籍以降、国家が公的な場面で旧来の藤原阿ソなどの名称を用いることはなくなり、この人身戸籍によって伝統的な死の用法は事実上ほぼ途絶したものと言い得る。後日本国面べてを戸籍により把握する必要が発生したことや事務上の要請もあったことなどから、1875年に、 すべての国民について、名字の交渉が義務付けられることになる。その際、妻は、成果の名字を称すべきか、夫のそれを称すべきかが問題となったが、1876年の大乗官指令では、夫の家を相続する場合を除き妻は別名字とする通達がなされた。これに対しては、庶民の生活実態に合わないなどの理由で、地方から疑問や批判も出た。 その後、不平等条約の解消の一環として、民法典の編纂がその頃始まった。主に、フランス法とイタリア法が参考にされたが、前者は夫婦別子、後者が同子であった。夫婦単位で妻が夫の死を名乗る、夫婦同子制が、草案の段階で採用され、家制度の採用により、夫婦単位ではなく家単位とするよう修正されて、1890年に、 交付された旧民法において、夫婦同士の制度が確立した。これは民法天論争により思考延期になったが、子史及び非家族派その家の死を称すという条文は、そのまま受け継がれた。なお、第二次世界大戦後、旧来の家制度は、日本国憲法の理念と相入れなかったことから廃止されたため、新たに死の法的性格を、 どのように考えるかが民法学上の論点となり、その中には血縁関係から完全に離れて純粋に個人の故障だとする学説もある。日本の現行法上の詩については、日本法における詩を参照。詩は名とともに詩名を構成する。現行の戸籍法によれば、戸籍には戸籍内の各人について、詩名を記載することとされている。 記述のように1898年に公布された民法では、古守及び非家族派その家の死を称すと規定されていた。しかし、第二次世界大戦後における家族法の大改正の際、旧来の家制度は日本国憲法の理念と相入れなかったことから廃止された。死の制度については存続したが、社会収束上はともかく、法制度上は家というより所を失ったため、 その法的性格をどのように考えるかが問題となった。現行法上の死の法的性格については、など見解は多岐に分かれている。このうち個人故障説が現在の民法学上の通説であるとされるが、近似、死には人の同一性を明らかにするとともに、現実の家族共同生活をする個人に共通する個性としての性格を合わせ持っているとの見解が、 有力になっている。現行法上、死の移動は原則として、実体的権利関係を伴わないものとされる。ただし、例外的に、妻子財産の承継と戸籍の編成については死を基準としている。死の取得を生来取得あるいは原始取得という。着室死は、父母の死を称し非着室死は、母の死を称し退治中に、 父の認知があった時でも母の死を称することになる。ただ、民法は、子が父または母と死をことにする場合について、791条の規定に従って、その父または母の死を称することができることとしている。戸籍法は発見された捨て子については、市町村長が氏名をつけることとしている。現行法上、死は婚姻や養子縁組によって変動する。 婚姻関係婚姻の場合、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の死を称する。この点について、戸籍法は外国人と婚姻をした者がその死を配偶者の称している死に変更しようとするときは、その者はその婚姻の日から6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができるとしているとしている。婚姻によって、 死を改めた夫または、妻は、離婚または婚姻の取り消しによって、婚姻前の死に服する。ただし、離婚または婚姻の取り消しによって、婚姻前の死に服した夫または、妻は、離婚の日から3ヶ月以内に、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた死を称することができる。一方、離婚、婚姻の取り消しの場合とは異なり、 夫婦の一方の死亡の場合には、当然には、復死しない。ただし、生存配偶者は、戸籍法上の届出を行うことで婚姻前の死に、復することもできる。なお、外国人と婚姻をし、戸籍法第107条、第2項の規定による届出を行って、死を変更した者が、離婚、婚姻の取り消しまたは、配偶者の死亡の日以後にその死を変更の際に、 称していた死に変更しようとするときは、そのものは、その日から3ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができるとしている。養子縁組養子縁組の場合、養子は養子の死を称する。ただし、婚姻によって死を改めた者については、婚姻の際に定めた死を称すべき間は、婚死を優先する。養子は、離縁によって、 原則として縁組前の死に服する。例外として、配偶者と共に養子をした養子の一方のみと、離縁をした場合は、服死しない。ただし、縁組の日から7年を経過した後に縁組前の死に、服した者は、離縁の日から3ヶ月以内に、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に生していた死を生することができる。籍法上の死の変更やむを得ない自由によって、 死を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載したもの及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。具体的な例としては、死が賃金、難解である場合、内縁関係にあり相手方の死を通称してきた場合などがある。戸籍法の死の変更の場合、その効果は、同一戸籍に属するすべてのものに及ぶ。ありがとうございます。